リモートニュースの時間です。会社内のレイアウトを変更しました。今現在このような配置になっております。社員のスペースを凝縮することによって正面玄関を入り、広いスペースを確保することができました。社員はぎゅうぎゅう詰めになっております。牛年だからでしょうか。以上、リモートニュースの時間でした。